で吹かしてもらってありがとうっていう、うん、もうこれしかないですね。私も元気をもらいましたけども、皆さん元気で過ごしてくださいね、また会わせてくださいねっていう、そんな思いですね。あのオカリナからも自分でやってて教えられることがあるんですよ、うん、このオカリナのね音が悪くなってくる、うん、その時にね相棒のオカリナからちょっと休めよとか、うん、吹きすぎてるんじゃないかとか、そういうようなことからを教えられたりするんですよ、うん、もう率直に言って足腰が立たないでも吹けるでしょうからね。ねえ、だからやっぱりこれはもう絶対にもう、うん、死ぬまでは続けるでしょうね、うん、話せないものですよ、うん、生涯。